富士見野市は埼玉県の南西部に位置する市。人口は約11万2千人。埼玉県南部、東京都心から3 0トル圏内に位置する。東西約7 5キロメートル、南北約6 0キロメートルで、総面積は14.67平方キロメートル。北、西は、川越市、東、南は、富士見市、南は、 三好町に隣接する。武蔵野大地の北部のほぼ平坦な土地に位置し、地質は関東ローム層である。北部の市境には、江戸時代から昭和初期にかけて川越と江戸を結ぶ周雲の水路であった新河岸川が流れている。市のほぼ中央を鉄道の東部東上線と幹線道路の川越街道が並行して通っている。北東部を 富士見川越えバイパス、南西部を、関越自動車道、また、市の中心部を、北東から南西に向けて、主要地方道である、埼玉県道56号埼玉、富士見の所沢線がそれぞれ通っている。気候は、太平洋側気候で、夏は高温で、降水量が多く、冬は、強い北西の季節風が吹き晴天の日が多いのが、特徴。旧上福岡市地域は、 大正3年、東上鉄道上福岡駅が、地域の西部に開業したことを契機に、市街地が形成されるようになった。日本住宅公団により、昭和34年霞ヶ丘団地、昭和35年上野大団地が、相次いで建設されて、急速に都市化が進み、東京のベッドタウンとして人口が急増した。一時期休暇未福岡市は、全国で、 最も人口密度が高い市として注目された。さらに1993年、富士見市北西部の富士見市かつせに、富士見野駅が開業し、同駅周辺の開発が急速に進み、アイム、富士見野などが、富士見市に建設されると、富士見市北西部に隣接する富士見野市、駒林地区やその周辺地域の開発も進んだ。旧大井町地域は、 川越街道に沿って集落が形成されていた、鉄道駅がない町であった。大正3年、上福岡駅が、旧上福岡市西部に開業したことを契機に、旧上福岡市西部に隣接する亀久保、鶴ヶ岡地区から都市化の目が出始める。さらに、1993年、富士見市北西部の富士見市に、富士見の駅が開業して、 同駅周辺の開発が急速に進むと、富士見市北西部に隣接する苗間地区では、日本初のアウトレットモールリズムが回転する。その後、亀久保地区東南部に、大井咲希が回転し、それらの周辺地域の開発が進む。旧大井町は一時期、埼玉県内で、最も人口増加率の高い町として、また全国で、 最も人口密度の高い町として注目された。富士見野駅の駅名は1993年の開業に際して、富士見市、上福岡市、入間郡大井町、道郡三好町による西二町合併運動中で、あったこれら地元市民への公募の中から合併後の新市名、富士見野市にちなんだ名称として決められた。西二町合併は、住民投票の結果、 不成立となったが、藤見野駅の名称はそのまま採用された。西二町合併の住民投票が不成立となった後、2005年に旧上福岡市と旧大井町が合併して、藤見野市の名称を採用した。藤見市や藤見市民は、駅の所在地住所が、藤見市にもかかわらず駅名が、藤見野だと林市である、藤見野市と紛らわしいので、 富士見野市の名称を使わないよう富士見の市側に要請する動きを見せたが、富士見野市の名称は変更されず現在に至っている。両市町の詳細な歴史は、上福岡市、入間郡大井町に関する記事を参照。1990年代前半から、東入間青年会議所を中心に、富士見市、上福岡市、入間郡大井町と三尾市長の合併運動が、 推進されてきた。西二町による合併協議会において合併後の新市名として、藤見野市が使用されることが決まった。合併は、藤見市、上福岡市、大井町が熱心であったが、三好市長は次に述べるように財政的に豊かであり、合併の機運は盛り上がらなかった。住民投票の日が近づき三好市長で、 合併反対の票が多数になることを危惧した富士見市、上福岡市は合併後の市役所所在地を三好市役場にして合併を成立させようとした。一方で最も消極的なのが三好市であった。それには以下のような理由があった。2004年に実施された西二町の合併の賛否を問う住民投票の結果は以下の通りとなり、 合併協議は破綻した。合併を推進してきた議員たちは、合併はほぼ実現すると読んでいただけに、困惑の色を隠さなかった。と同時に、ほとんどが合併推進を断念した。当時の三好市長の林隆次町長は、実は、私的に反対派の集会に足を運んでおり、反対が上回った時には、三好市長は、 独立どっぽで行くと単独姿勢実現を目指す意向を表明した。その後、改めて、上福岡市と入間郡大井町とで合併協議が進められ、一市一町での合併が行われることとなった。新市名は合併協議会に提案された新市名案の中から合併協議会委員による投票で最多得票を得た藤見野市に決定した。なお、 上福岡市と入間郡大井町の合併協議会で、候補に上がった他の新市名は、栄一、西埼玉市、大井福岡市、大福市などであった。上福岡市中央と、大井町、中央、上福岡市武蔵野と、大井町大和武蔵野は重複するため、次のように町名が変更となった。上記以外は、下記の例のように変更となった。富士見野市では、 一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。郵便番号は市内全域が356から 00xx である。市外局番は市内全域が049。市内局番が 2xx の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は大井局、 埼玉富士見局、川越三代市局。大井総合支所大井総合支所富士見の駅は、1993年、富士見市富士見の東1丁目26の位置に、開設された駅。タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、富士見市、川越市、東松山市、和光市、所沢市、飯能市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。